皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日の作業を始めます。本日の作業はステッカーを貼ろうと思って持ってきましたので、これですね、ストップオイルの、あ、ちっちゃいの出てきた。これを貼っていきたいと思います。このストップオイルのステッカーを貼ると急にレーシーになるっていうのは前から分かってたんですけど、やっと貼ることにします。貼るところはここです。これでこの水を、セオリー通りに水をかけて粘着面にも、こうすると空気も入らないし失敗も少ないんですね。この辺ですね。で、表面にも貼って、なんて言うんでしたっけ、これスキニーじゃなくてスキジーじゃなくて、ステッカーを密着させます。これで完了です。今日は天気がいいのですぐに乾いて取り付いてくれると思います。反対側行きます。ヴィンテージステッカーなので粘着力とかもちょっと弱いかもしれないし、長期在庫ですね、いわゆる持ってた方が譲ってくれたのでそれを貼っております。このステッカーだけで相当雰囲気が良くなるんですよね。もっと大きい、これ今横幅が12センチですけど、18センチだか20センチのものもあったんじゃないかなと思うんですが、私探してて見つけることができませんでした。それぐらいのものをおごってもよかったんですけどね。この横の2面はこれで完了です。で、次はせっかくちっちゃいのいただいたので後ろに貼ろうかなと思うんですけど、先に考えなかったのでこの辺に貼っとこうかな。バンパーでもいいな、バンパーステッカーにしましょう。ここがいいや、いい感じ、とってもいい感じですよね。これも割れるようになってる。これこういう風に剥がしやすくなってるんですけど、安いステッカーだと結構、まあこれも安いか高いかもともと分かんないですけど、台紙も一つなのでこう貼り付けるときに割れちゃったりしますよね。この白と赤のラインが全然合ってないっていうところもこうチープな感じでとってもいいですね。気に入っております。台紙剥がしたとこも色なんか落ちちゃったけどまあいいや。よし、これで今日のこのステッカー貼りの作業を終わります。どうもありがとうございました。失礼します。